コロンビア級防護巡洋艦はアメリカ海軍が建造した防護巡洋艦の艦級で2隻が建造され、後に装甲巡洋艦に艦種変更された。沿岸防御用だった全級までとは違い、本級はアメリカ海軍が通称破壊任務のために設計したクラスである。主砲の20.3センチメートルライフル砲を撤退時に有利な観光部に配置し、 機関においてはボイラー発揮と推進機関は1.5倍の3機、三軸推進で速力21ノットを発揮するなど、通称破壊に適した独特な設計をとっていた。2隻の整備を企画したが、コストのかかる設計だったために、アメリカ議会に予算案が通らず1890年度で、コロンビアが1891年度計画で、ミネアポリスが相次いで、 建造、収益した。これにより、姉妹艦で一部の設計と武装が異なってしまった。収益時の、ミネアポリスのイラスト。キューバのグアンタナも米軍基地で撮られた、最終時の、コロンビア。1919年に改装で環境が、大型化している。本級の船体構造は、平ら艦艦型船体で、艦首から順に構造を記述すれば、 艦首水面下には未だ昇格がつき、干渉看板上に15.2センチメートルライフル砲を棒立てのついた単装砲貨で並列で2機を配置。その背後から上部構造物が始まり、司令塔を組み込んだ操舵環境を基部として簡素な全部マストが立つ。船体中央部の煙突の本数は、コロンビアは4本で、ミネアポリスは2本で異なっていた。その周囲は、 キセル状の通風塔が立ち並び、原則は関西艇置き場となっており、その運用のために2本1組のボートダビットが片言4組ずつ、計8組で運用された。後部マストが立ったところで、上部構造物が終了し、甲板1段分下がった。後部甲板上に20.3センチメートルライフル砲が、単装で1機が後ろ向きに配置された。 原則には 10.2cm 速射砲が原則ケースメート配置で片原4機ずつ計2機が配置された。他に近接火器として 5.7cm 速射砲が上部構造物と原則に計12機を配置していた。収益後に 20.3cm ライフル砲1機が撤去され、代わりに 15.2cm 砲1門が搭載された。1919年に 環境構造を大型化して、前後のマストを延長して、無線設備の強化を行った際に前後に見張り所を設けた。後部マストの基部に、無線所が新設された。武装面においては、原則の前後の 10.2cm 速射砲を4機と、水雷並走すべてが撤去され、代わりに、マーク 17.6cm 広角砲が、単装砲がで2機が搭載された。 本級にも搭載された2 0 3トルライフル砲。写真はニューヨークの原則砲の砲員たち。収益時のミネアポリス。この時代の軍艦には珍しく集合煙突を採用しており日本煙突となった。艦首の1 5 2トル砲の右砲を右煙に向けて施行している。 原則の訪問には 10.2cm 速射砲と 5.7cm 速射砲を配置している。手法はマーク5894年型 20.3cm ライフル砲を採用した。その性能は重量 118.0kg の鉄鋼弾を行角20度で最大射程 14,630m まで届かせることができた。搭載形式は 単装砲賀で一機を搭載した。砲賀の行角は最大20度、深く4度まで方針を上下でき、旋回角度は300度に旋回できた。発射間隔は毎分2から2.8発であった。本級にも搭載された15.2センチメートルライフル砲。写真はマサチューセッツのもの。副武装として、 マーク3885年型 15.2cm ライフル砲を採用した。その性能は 47.7kg の砲弾を毎分1.5発を発射できた。これを単装砲がで2機を搭載した。砲がは行角12度から深角10度の範囲で上下でき、300度の旋回角度を持っていた。他に耐水雷艇用に イギリスのアームストング社のコピーのマーク1897年型1 0 2トル速射砲を採用した。その性能は4 5 3ラムの砲弾を行角20度で1 5 2 0ルまで届かせることができた。これを単装砲がで8機を搭載した。砲がは行角20度から深く15度の範囲で上下でき300度の 旋回角度を持っていた。発射速度は毎分8から9発であった。他に近接火器として3 7トル単装機砲4機を上部構造物に搭載した。対艦攻撃用に3 6トル魚雷発射管を単装で4門を装備したが、ミネアポリスはより大型の4 6トル魚雷を使用した。 本級にも搭載された 7.6cm 広角砲。収益後の1919 19年に、対空火器として、1914年型 76.2cm 広角砲、が搭載された。その性能は、重量 5.9kg の砲弾を最大行角85度では、射程 9270m まで届かせられる、この砲を単装砲画で2機を搭載した。 砲牙の不行能力は、行角85度、深く15度である。旋回角度は、露天で360度の旋回角度を持つが、ケースメートでは、旋回角に制限があった。砲身の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は、毎分15から20発である。ありがとうございます。